こんにちは、かけむらです。なんか感情を持った家電製品ってないですかね。例えば悪口を言うたら調子悪くなるとか潰れてしまうとか。今朝ちょうどですね、お客さんと、パソコンの悪口じゃないんですけれども、新しいパソコンなんか兄ちゃん買ったって言われるから、いやー最近のパソコン頑丈で全然潰れないんですわって。僕のパソコンももう5年ずっと使ってるんですけど、ずっと調子いいですよっていう話をしてた矢先にブログ書いてたら止まっちゃいましたね。フリーズじゃないんですけれども、なんかブラウザがバババババって出てきて、で IME がなんか中華フォントになっちゃったりとか、になってしまいました。治るんかな、わかんないんですけど、一応ウェスタンデジタルのハードディスク2テラ買って、無料のアクロニスで、それミラーリングでバックアップは取ってるんですけれども、ちょっと仕事できるかちょっと心配です。今日は、セブンイレブンさんの新商品、ハロウィンにちなんだ商品が結構出てます。新商品で、濃厚パンプキンプリン、ちょっととお値段高いんですけれども、こちらのレビュー今日はご一緒にご覧いただきたいと思います。たっぷり濃厚パンプキンプリン、税込み240円。もう完全にハロウィンにちなんだ商品が多いですよね。なんかパンプキンとかなんかいろいろ、ここだけですね。そういたしましたら原材料名ご一緒にご覧いただきたいと思います。牛乳、かぼちゃペースト、卵、グラニュー糖、カラメルシロップ、クリーム、乳などを主原料とする食品、ブランデー、増粘剤ですね。加工でんぷん乳化剤、製造元はプレミアムキッチンさんです。エネルギーは1本あたり232キロカロリーですね。はい、こちらがセブンイレブンさんの濃厚パンプキンプリンの中身です。なんかペーストになったパンプキンみたいな感じですかね。下の方にカラメルが入ってるって感じ。ああ、カラメルも入ってますね。いい感じです。それでは、セブンイレブンさんの新商品濃厚パンプキンプリンのお味のチェックしてみたいと思います。あ、なんかめっちゃまったりしてますね。濃厚なかぼちゃの味はするんですけれども、後からちょっとクリーミーなテイストで、なんかそのかぼちゃのこう加減をなんかうまいことこう包み込んでくれる感じの、なんて言ったらいいんですかね、パンプキン生クリームケーキみたいな感じ。かぼちゃ嫌いな人はちょっと無理かもわからないですね。めっちゃかぼちゃの味が濃いです。で、後でそのクリーミーなテイストがやってきて、全般的にまろやかで甘くて、美味しくいただけるテイストですかね。いい感じです。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。